春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。ディープボンドが先手を取ります。そのうちからは3番ディアスティマ、4番ジャンカズマ、15番湘南バシット。さあ第3コーナーに差し掛かります。レオロイヤルがその後ろ、1番人気のサブオーナー池添騎手、どのあたりで動くんでしょうか。2番ブローザフォーンがこれを追う展開になりました。シルバーソニック、ほとんど馬体が合っています。内を通りまして暗淡するプレー、このあたりちょっと離れている9番ワープスピード、そしてその後ろから11番ゴールデンスナップ、外を通りましてゼーゲン、それからもう1頭1番プリウムドール、そして外からはユーキャンスマイル、しんがりから8番名称ブレゲ。ドキドキしますね本当に。もう一度前の方でありますが、これが先頭ディアスティマ、それからジャンカズマ、ディープボンド、レオロイヤルがそのうちにいます。15番湘南バシット、下がって5番手、内から1頭10番サブオーナー、それからこれも人気を集めております。2番ブローザフォーン、そしてその外に13番シルバーソニック、そのうちに7番アンタンスルフレ、ちょっと離れて9番ワープスピードであります。それから足毛の馬体ゴールデンスナップであります。その外14番ゼーゲン、15頭これから向こう正面であります。その後ろでやりましょうか。1番プリウムドール、外を通って5番ユーキャンスマイル、そしてしんがりから名称ブレゲという展開です。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くディアスティマ、1馬身リード、これを追って4番ジャンカズマ、それから12番ディープボンド、そのうちレオロイヤル、外から1頭湘南バシット、サブオーナー緑の帽子が馬込みで揺れています。それから2番ブローザフォーン、シルバーソニックが並んでいっています。そして内からは7番アンタンスルフレ、ゼーゲン、徐々に差を詰めます。ユーキャンスマイル、じわっと上がっていく。さあ問題は直線356mであります。サボーナは5番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。これは半シーレースになりました。外ディープボンドが来ている、緑の帽子サボーナ先頭だ。先頭池添とサボーナ、1着サボーナ、そして2着はブローザフォーン。当然の結果です。1着当番、2着2番、3着6番以上のように確定しました。